おはようございます、えー、今日は朝なんですけどもえー、っとなあねあの新型のコロナウイルス、えー、っと結構、まあ、かかってる人多くなってきましたねえー、っとまあ日本はわりかしあれ栄養状態とかいいからなんか重症化するまあね老人に行ったらまあ前も言いましたけども老人肺炎になったらもう ほとんど結構もうだめなんで、えー、とまあだ老人にはねまだ老人っていうかあの運転手の方は60いくつまあ60代まだ若いですからねで多分えっ、ー、とねあのバス運転してるくらいだから結構体力もあった方でしょうからまあ大丈夫じゃないかなと思うんですけども、まあ、ちょっとねあのー 新型コロナウイルスが、まあ、あのどこから出てきたかで何のためにそうなったかっていうね可能性でっていうかその可能性がね結構真実であったりする場合もね意外と多いんですよね世の中ってだからちょっと今その話をしようかなと思ってます。 えと去年の夏にね既にあれなんですねあのそういう芽が出てきていた話っていうのがありましてですね、えー、とあのカナダのですね、えー、とカナダにいる学者さんですねチウーシャンウ博士っていうね、えー、と女性の方なんですけども えっと、なんか、えっと、ウイルス界ではすごい有名な方らしいですねいろいろなんかこう論文とかで賞を取ってるんでしょうねあの有名な方でその人が、えっと、北米のですね、えっと、感染ウイルス研究所のこう有名な研究所があるらしいんですけどそこの NML ってもう訳してそういうふうに言うらしいんですけどそこをですねまあな夏ぐらいに解雇されたっていう話があってまあな まあ、あのなぜかっていうと、まあ、解雇されたのはその旦那さんと,、えー、と中国の学生らもね一緒に研究してた連中解雇さまあこれはねあの例のいろいろねあの米中貿易戦争の間で、まあ、トランプさんがねあの向こうの えと中国から来てるあの人たちを排除しようって、まあ、あの研究とか盗まれるから排除しようっていう話でその、ね、あのトランプさんがそういうふうに言い出して実際そういうふうになってるっていう話はあの聞いてるんですけどもまあそ,それの多分一環のような気もするんですけどただや,やっぱりその情報が盗まれた ていたっていうことに関してはああなるほどっていうことも言えるんですよね。というのはこのチュウさんっていう女性のあの博士なんですけども実はあのの河北省の大学出てるんですよねそれでなんか研究者になってでまあアメ,アメリカに行って研究してたらしいんですけども。 でなんかね、あのまあ、これから出てくる、えーとまあ、今、なんかちょっといろいろ噂になってるね、あの武漢の、えー、と中国の細菌研究施設ですね、そこの、えー、と武漢国家生物安全実験室って、最近できたところみたいなんですね、2017年からその武漢にできたっていう、まあ、本当に最近ですよね。あの 最近なのにもかかわらず2年間で4回訪れてたらしいんですよ。だからそのねあの怪しげなその細菌を、まあ、研究してる細菌をまあ中国に持ち込んだんじゃないかっていうふうに言われてまあ多分それは確実でしょうね。 ただ、それが今回のコロナウイルス、新型コロナウイルスで、それが漏れ,漏れたんじゃないかっていう話とは多分別だとは思うんですけども、多分、えっ、ー、と、これは多分確実でしょうね。で、旦那さんがですね、なんとそのコロナウイルスの研究者らしいんですよね。もう、もう完全に確実ですよね。だから、 ね、そ,その持ち込んだものが今回は行ってるのかどうかっていうのはちょっと信の信憑性はないんですけどもあのこの学者の方が、まあ、解雇されたっていうからにはまあほ,とほぼ確実まあ他のねあの研究にしても中国にどんどん抜かれていってまあ日本なんかもうザルなんでねもうどんどんそんなあの。 抜けけちゃってるんでしょうけどもまあねあのアメリカン本格的に腰入れてこういうことになったんですけどもただまあそれはそれとしてであの今まあいろんなねコウモリから移ったんじゃないかとかいろいろコウモリ食うからねなんかいろいろね噂がありますけどまあコウモリってなんか。 あの自分で強いらしいんでウイルスがくっついても何か自分で抗体出すらしいですよねあのインターフェロンかなんか出す,出すらしいんでそれで全然平気らしいんですけどね彼らはねでも実際はもあのいろんなウイルス悪いウイルス持ってて、ね、あの病まあ病気って言った方がいいのかもしれないですけどそれをそのまま何か食ったりすると人間にうつ,うつってるんじゃないかっていう話がありますけども。 今回の話はね、もっとあの生々しい話なんですけども、そのワシントン・タイムズのビル・カーツ記者っていうのがまあ伝えたんですよね、あのなんか、えー、とウイルス研究の、えー、と記事を書く、えーと、イスラエルのダニー・ショーハム氏っていう。 方にいいいいろろ話を聞いてるらしいんですけどもさっき言いましたその、ね、武漢の国家生物安全実験室っていうのは2017年にできているんですけども、まあ、ウイルス研究の研究所ってさっき言いましたけども、えっと、そこからまあ人から人に漏れたんじゃないかっていう話があるんですよね。で、まあ ここはもう多分えっ、ー、とね北朝鮮なんかはほらあの、ね、弱者の兵器って言われてるウイルス研究まあもともとね日本が731部隊で研究してたっていうのはまあ有名な話だよねでねで日本はほらあの僕がいつも言ってるように化学大国なんであの多分えっ、ー、と終戦後ねあのロシアがごっそりもっ っ,ていったっていう噂があるんですけども多分、まあ、施設自体はね残ったりなんかしてたんで、まあ、それで北朝鮮とか中国とかがねあのその研究資料とかまあ焼いたりしたらしいんですけどもねそれ残ってたものを研究してそ,それを元に今研究してるんじゃないかってでまあ中国はねなまあ何でもやるところなんで多分そうなんでしょうっていう。 でまあ今回ねここから漏れたんじゃないかって人物返して漏れたんじゃないかっていうことですよね。あともう一つはその武漢生物製品研究所っていうところがあってまあ,あのここが今ちょっとニュースで今出てるこう武漢の二大研究所なんでここからもあの。 出た可能性まあ SARS とかの研究をやってたらしいんであのここから出たんじゃないかっていう噂がありますよね。あの中国科学院武漢病毒研究所っていう大きな組織の中に入ってるらしいんですけどもねどもこね。まあなんで武漢なのっていう感じなんですけども。 まあこれがねやっぱり日本でも731部隊の研究があったようにこういうのってね地方でやるんですよね大体ね都会で何かあるとすごいことになっちゃうんでまあ日本でもそうですよね原子力発電所って何で東京置かないんだってよく言うじゃないですか、まあ、あの原発反対の方たちがね確かにそうなんですよね。まあ日本の場合はほらあのおい まあねえー、と地方に置くとそこで雇用が生まれるしあ,あとあの、ね、土地貸しとかで、えー、とお金が、ね、入ってくるんで自治体にいっぱいあ、まあ、補助金も、ね、たくさん入ってくるんでねあの地方に行くんですけども、まあ、中国の場合はそんなことないんでしょうけどただ、まあ、大きな施設があればあ,れであるで、ね、あのいろいろ。 あの経済的にはメリットがあるんでしょうけどもただね部下もまあ東京並みに人がいっぱいいるところみたいなんでねただあの武田 あの常屋さんが昔えっ、ー、となんだ10代の頃に旅行した時に武漢に行った時にあの写真この前、えー、と武田研究所で <laughs> あのなんか見せてましたけどまあよく言われるあの中国の古い,古いところですよね僕があのアメリカに行った時にメキシコに渡った時にメキシコの国境沿いの街ってすごいそんな感じだったんですけど今そうじゃないらしいですけどもね。なんか あのやっぱりそういうまあ貧しいって言い方一言で言えばそうなんでしょうけどまあ古いっていうまあ発達してないっていうかそういう感じの、えー、とまあ村って言えばね簡単ですけどそんな感じだったのがすごい今はねあの大発展してるっていうそういう場所みたいなんですけども。 ただね今この話はまあ,あそういうことっていうので終わ,終わらしちゃうような話なんですけどもでもこの前も僕ね最初に言ったようにこうあの安倍さんが何もしないのは習近平呼ぶためだっていう話をしたんですけどもまあ多分それはそうなんだろうとは思うんですけどもただもう一つねあの ちょっと変なあの結局、えー、と中国とか、まあ、衛生的にとかねあの病院が足りないとかねそういう場所、まあ、でね,あの、まあねえー、と農民の方とかってそんなにあのいいものとか食べてないとかっていうのもあるんだろうけどもあのまあそ,れそこで広まるのはそうだろうと。で一番ね えと広まって困るのはあの日本みたいにあの衛生管理とかあと,病院とかか病院たくさんある場所ですよねそこで実際どんなぐらい広まっていってるのかっていう風な研究っていうかそう,そういうのをしてるんじゃないかっていう風に考える方がいてあなるほどって僕は思うんですよね。 というのは日本ってねなんか知らないけどねやっぱり悪いことあの先進国の割にはね、えー、となんていうのかな、えー、とそういう災害とかね例えば地震とかあるしあの台風とか来るしねあの災害というかまあこの前のの、ねえー、3.11の時は、えーと 原子力がねああいう水素爆発したりねし,しちゃったんですよああいうことってね他の国ではあんまりないんですよねありえないからもうね特にもうねのの先にアメリカの研究室が入っていもうねね情報収集すするんですよ、ね、でよ今回も実はどういうふうに広まっていくかっていうのをあのやっぱりアメリカもその。 中国も見てるんじゃないかっていう話があってですねで幸いのことに日本はそんなに広まるだから政府自体も甘く見てたっていうんじゃなくて実は分かってたんじゃないかっていうね中国人がまああの春節でね中国人たくさん旅行者来るじゃないですか。それで あのまあ入ってきてほっといてどれぐらい広まっていくのかなまあ日本人だからね死ぬことはねえだろうっていうふうにねああ最初は甘,甘く考えててまあ多分そんな広まらないだろう広まっても死にはせんだろうみたいにふうに思ってたんですけど。 ただもう世界中が騒ぎ出したんでこれはまずいだろうっていう感じでまあチャーター機出して武漢の人たちだって武漢の半分以上ね外に出ちゃったっていう話ですからねそしたらもうね北京とかね上海に行ったらそこにいる日本人 どれだだけの日本人いいるんだっていうそれ全部、ね、飛行機で返すのかっていう話まあね返したらいい,い,いけどど,どこの、ね、施設に2週間以上いてもらうんだって大変なことになるわけじゃないですかそ,そういうねなん,かなんか変なあの論理的には不合理なことをやってるわけですよ政府っていうのはね。だからあのもしかしたらもうみんな分かってたんじゃないか いう話ですよね中国なんかはねもうね逆にねあの人民がね多いまあ国民国民って言ったらいいのか人民って言ったらいいのか人民がね14億もいるわけだからちょっとぐらい死んだっていいよみたいにあの上の方はね考えてるらしいんですよね。 で実際その、ね、沿岸部の,その裕福な人たちとか金生み出す人たちは死んじゃ困るけど、まあ、山奥の連中は、ね、いいやとかってねウイグルとか、ね、チベットとかの人たちが、ねそのね、迫害に遭ってるっていうの考え方と一緒ですよねなんかそういう、ね、怖いことを考えてる。 みたいですよまあね何とも言えないですけどもね今日は以上です。